久留米でそういう修行やったから、その小売で事業やれば簡単だけども、固定客も随分持ってたしね。でもその商売を覚えたところのところで商売やるというのは、これはまた不謹慎だと、ね、不義理だということで、全然別個の家具はやったけども卸業全く経験がない。普通なら仕入れ問屋に行って仕入れ方売り方を覚えて得意先捕まえて独立やけど、私はもう全然卸の経験は 100% なし。氷の方は若干やったけども、で氷のやる中でね、商売の原点はやっぱりね、エンドユーザーにきちんと売る商売、これを身につけてなきゃ商売成功せんわ。でそれを7年間やってるんで、今度はこう卸をやろうと。当時はね、中間経路削除、ダイレクトマーケティング、もう大学の先生も今からだ問屋じゃないよと、こういうの時代だよという先生のお話もあったけども、まあ問屋もやりようによっちゃ面白いぞと。やりようによっては、うん、やりようによって、だからかえってね、既存の問屋に就業に一切行ってないから帰ってよかったわけよ。そういう人がやらないことをやったの、問屋、普通の問屋がやらないことをやったんだもん。どんなことをやられたんですか。まあ結論言うとゲリラ戦法よ、ゲリラ戦法。選択と集中でね、何もかもやったら大きい問屋に絶対勝てんわ、潰されるわ。だから隙間狙っていくわけよ、隙間、いわゆるゲリラ戦法よ。だから総合戦でいったら絶対負けるけども、ある部分だけ特化していきゃ大型問屋の5倍10倍売る。何でもかんでもやるとこか、何でもかんでも一つだけやる、そんからこのボリュームは大型問屋の10倍ぐらい売ると。仕入れについても強いや。具体的にどういったことをやられてこられたんですか。サイドボードという分野の小さいところに自分で6種類図面書いてね、こういうものやったら売れるやろうと、まあ氷の経験からしてさ、でそれを図面書いて作っていただいてね、私のブランドで、で売ったわけよ。サイドボード、うんうん、ご自身のブランドでやられて、ね、やっぱどう売れるもんでした。売れた売れた、そりゃ売れたわ。時代も良かったけどね、ラッキーついてたんですよ。もう作れば売れるみたいな、まだ雰囲気が残ってる時代だった。でも他の卸はやってない、作ってないものを自分で作って、まあ似たものはいっぱい作ってましたわ。でもやっぱり形がちょっと違う、色合いが違う、ね、そこに独自性は若干出すわけよ。具体的にどういった独自性だったんですか。ヒット商品っていうのがやっぱあるわ、こう後ろで。それをやっぱりよくやっぱり見ることよ。でそこ何が原因かなと。だからそっくりつく真似るし、そんなことはやっぱりやっちゃいかんし、だからいいところを取り入れて、ね、ヒット商品ヒット商品3つのヒット商品並べて、その良かったところ全部いいとこ取りよ。で自分のオリジナル図面書いて、これ作ってちょうだいと。学ぶというのはさ、原点はこれはね、やっぱ真似るよ。だって字だっても書道のいい先生の書道を一生懸命真似でしょ、ね、でそれがある一定のまでいったら、それが崩したりして自分の個性出すやん。だから最初はやっぱり、学ぶというのは真似るっていうのもやっぱり原点じゃないかなと、うん、いいものを一つだけそのまま真似るんじゃなくて、いろんないいもののいいところを取り入れて集めて、独自のブランドにして売っていた。そう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 、そういうこと、うんうんうん、それがリスクも少ないわけよ。リスクは少ない、うんうんうん、だってゼロで金なしで始めるんだから、そんなリスクなことはできんわ。